皆さんこんにちは、エボンシーライダーでございます。いつもご視聴していただきありがとうございます。このドラムは18-16というフロアタムなんですけど、これ一体何をするのかっていう話なんですけど、前回紹介したパールのリズムトラベラー、あれのバストラムが14インチなんです。で、まあ、コンパクトでいいんですけど、やっぱり低音が足りないんですよね。ミキサー通せば問題はないんですけど、ちょっと生音でやると全然もう低音が出ないっていうことで、16か18のフロアタムいいのがあればちょっと買って改造しようと思ってたら見つけました。もういつもの場所です。3000円です。3000円で、これちょっとひっくり返っちゃってるんですけど、ヤマハなんですよね。そして結構古いモデルなんですけど、よく見たら718って書いてあったんです。なので YD7000 シリーズで間違いないと思います。 YD シリーズは9000、8000、7000、5000、3000ってあったと思うんですけど、9000がメイプル、8000がバーチで、この7000が確かバーチとメランティか何かのハイブリッドシェルだと思います。ものは悪くないですね。ただこのフロアタムが、ちょっとこれを見ていただけると、このラグ、このラグは純正ではないんですよね。もっと大きいラグか、これもしかしたらハイテンションラグがついてたと思うんですけど、前のオーナーが改造したのか何かは分かりませんが、この小さいラグに変更されてます。で、色ももしかしたら塗ってるかもしれませんね、自分で。どうだろう、これちょっとここを見ると塗ってるような気がするんですけど、まあいずれにしても物は悪くないです。3000円です。3000円でこれ買えたので、これを早速改造していきたいと思います。今ついてる14インチのバスドラムのパーツを全部外して、まあ、こっちにスワップするっていう形になります。で、この足の金具がうまく流用できればいいなとは思ったんですけど、あとタムホルダーとかつける穴をこの辺に開けなくてはいけませんので、その作業がちょっと大きい作業になります。でもこのラグを外してどうのこうのっていうことは全くないので、まあ、時間で言ったらもう多分40分ぐらいあれば終わっちゃうと思います。じゃあ早速作業に移りたいと思います。はい、というわけで穴開け作業はもうあっという間に終わってしまいました。上がタムホルダーと、シンバル関係をつける、こっちがタムホ、こっちがタムホルダーですね。こっちがスネアとフロアタムですかね。そして下は、はい、これがバスドラムのフットペダルがつくアダプターですね。ということで、おおむね作業が完了しました。タムホルダーも取り付けて、フットペダルの金具も取り付けました。で、この穴なんですけど、 22.2mm のパイプが通る穴を開けたんですけどこの穴は一体何で開けたかというと、このホールソーという金具を使って、まあ、金具というかノコギリを使って開けました。ラグも全部外して、シェルそのものは磨きをかけて完了という感じです。足については、もともとあったタムホルダーを一つ流用して、片方はリズムトラベラーのホルダーを取り付けて、で、一つこのラグが壊れてたんですね。このラグなんですけど、これは今から部品、新しい部品を調達したので、これに付け替えて完了ということになります。
シェルの状態は悪くないですね。この周りなんですけど、これパテ埋めしてるのはちょっと塗装の状態が良くなかったので、パテを塗って慣らして、それで完了です。 HD は問題なしです。フープはピカールを使って全部錆落としをして新品同様に仕上げました。ということで、これからヘッドを貼り付けて終わりという流れでございます。はい、ということで無事完成しました。やっぱり18インチになると、まあ様になりますね。リズムトラベラーとはいえ、ぐらつきが、嫌なぐらつきが出てるので、次回はもうシンバルスタンドを別につけてそれで対応したいと思います。フロントのヘッドもブラックビートに、新品のブラックビートに変更して、あと塗装もですね、ちょっとクリアを塗りました。ラグは前回の動画でお見せした通り全部外して磨いて組み上げてっていう感じです。シンバルも1枚増やしました。あ、こっちですね、増やしたのパイステの方で、前回ここにあったやつをこっちに持ってきて、このタムはパールのメープルシェルのやつを1枚あ1枚っていうか1台、せっかくなので追加をして、フロアタムの感じにしました。次回はでもこれあれかな、多分幕の内セットにこの緑色のタムは行くと思います。あとは前回と一緒ですね、ハイハットも一緒で、バストラこんな感じで、いい感じに仕上がりました。しばらくはこのセットで行こうと思います。リズムトラベラーなんですが、なんだかんだ結構大掛かりなセットになってきてしまいました。でも楽です。赤いセットとか幕の内セットに比べたら全然楽です。レコーディング機材をセットしても1時間あればもう全然仕上がっちゃいますからね。向こうのセットはレコーディング機材を全部やってチューニングしてセッティングすると大体2時間弱かかってしまいますので。